ちゃんです。今日のあちゃんの、夕ご飯は、今日はね、メンタルあっちゃんということで、お昼ランチに、ついてきてもらってます。今日はね、橿原市の奈良食堂でランチです。では、大和ポークのトマトパスタ、リンタルさんは、カニクリームコロッケかな、やったと思うね。はい、じゃあいただきます。はい、ということでいただきます。今日はね、ランチで、リンタルさん、大和がいいについて、そこまであっちゃんが来て、で、こっからお昼ですね、ランチいただいてからの、レンタルプランです。久々のレンタルプランでね、ちょっと泊まろうって言うんだけど、いただきます。いただきます。奈良の方のチリがあんまりということなんで、あっちゃんがね、以前に行かせていただいて美味しかったし、おすすめなんで奈良食堂に行かせて、またヤギ駅で待ち合わせして、本駐車場を決めて、いただいて、ちょっとドライブかかる、次のプランを考えようかなと思って、ドライブはあっちゃんを任せ、あとちょっと何か、ゆっくりねお話をしたいなということで、サラダを、野菜ね、オーガニック野菜ね、サラダバイトとか、これがすごい美味しくてね、どんな感じのがいいですかって言ったら、野菜的なのが多いところ、野菜の美味しいお店って言われて、もう来させてもらってね、美味しいの、奈良野菜ですね、奈良の野菜、トマトで、大和ポークのベーコン、めっちゃ美味しい。1回ここ使ったことがあって、
避難所で。ダメだ。さつまいも。レンタルね、再開したわけじゃなくて、再開しようかなって言ってたんだけど、まあ、申し込みがあって、もう、いいよ。トヨタ空いてるから、いいですよ。で、レンタルに行った。レンタルさん。誰かってとこあったと思う。なんか、うん、7の人では入った近鉄ヤギ駅までね、来ていただいて昼ぐらいに、ね、ここに来てくれる方です新生やっちゃんレンタルはあんまり遅くまで、ね、子供のご飯までには帰りたいって言ったので時間もね、こう、あってなしにしたらあかんからで、一応ね、また詳しくは今回も話します、ということで、どれもやりたいんだけど、どっかふらーっと行って、カフェ、飲んで。最近いろいろあるんでしょ、食べられへんのもあるんで、そういうのを話せるところまで話をさせてもらおうかなと。心配してくれてね。わけなくね、もう心配しようと。今日はまっちゃんを楽しませる、まっちゃんを笑顔にするっていう企画でレンタルをさせていただいて、笑顔になれるように全力で楽しみたいと思う。楽しませるの楽しみたいと思う。まっちゃんも楽しんでもらえるようにルールをやっていくので、お互いウィンウィンになるようなレンタル企画になります。本当にね、ちゃんと言うと時間だったんで、一旦ここで一旦ごちそうさまして、あとは喋りながら、せっかくレンタルなんでね、ビデオ回すのどうかと、ビデオ回して生であっちゃんの撮影見てもらえるっていうのもレンタルだったんですね。それでだけレンタルさんとの時間を解決したので、今日はこれで見たいと思います。さらに今日のあっちゃんの夕ご飯は奈良食堂さんでオーガニックランチ、よかったら高評価、応援、チャンネル登録してもらってくれたら嬉しいです。レンタルまた近々公式に受付するけどもね、まあ、また、よかったらレンタル申し込んでください。